その子の特徴をちゃんと見極めて、その子が一番やりやすいような方向に導いてあげるような指導をしています。チームでは習えない本当に細かい技術を教えていきたいと思っています。たくさん練習してチームメイトよりも上達して試合で活躍しよう。試合で仲間にしましょう。きっかけは、ゲームを楽しむため、サッカーを楽しむために、基礎的な技術、シュートだったりパスだったりドリブルだったりが上手くなればなるほど、そのゲームが楽しく、サッカーが楽しくできるっていうのはすごいサッカーをやってて感じてる部分だったので、それを子どもたちに伝えてあげたいなっていうのが一つありました。意識していることは、僕自身がそうだったんですけど、褒められるとやっぱり嬉しいし、こっちから何でもかんでもこうやりなさい、ああやりなさいっていう風に言うんじゃなくて、まずその子供たちの個性を伸ばすじゃないですけど、楽しく一生懸命夢中になれるようなそういう環境づくりと、自分で考える、人に言われたことをただやるんじゃなくて自分で考えて判断してやっていける、そういうトレーニングを多くやっていきたいなと思います。 G リーグで10年、海外で4年間プロ選手としてやってきましたけど、その中で J リーグでプレー しなかったらできなかった経験だったり、子供の時にもっとこうやればよかった、ああやればよかったっていうのを、本当子供たち来てくれるみんなに、伝えていきたいと思っていますし、今までの練習の中で、知らなかったことだったり気づけなかったことを知る、気づけるきっかけに、ぜひこのスキルアップスクールを使って、一緒に上手くなっていきましょう。